おはようございます。レイです。8月6日土曜日の今日は広島平和記念日です。1945年昭和20年の8月6日午前8時15分、アメリカ軍の B-29 爆撃機のエノラ迎合による原子爆弾が広島に投下され、一瞬にして約14万人もの生命が奪われました。この歴史的悲劇から人類は目を背けることなく、犠牲となった多くの人々の霊を慰め、世界平和を祈る日として広島市では平和記念日としています。この原爆の話題に触れるとね、様々な意見や論争が昔から絶えません。しかしね、そのようなことを亡くなられた方々は心から望んでいるのかなって考えることがよくあるんです。犠牲者のご慰霊に対し、皆が心静かに穏やかに祈りを捧げることこそが大切なのではないかと私は考えます。今日の午前8時15分には1分間もしくはたとえ10秒間でも結構です。犠牲者のご慰霊に対し黙祷を捧げていただきたいと心から願います。こういった歴史を乗り越え、今日も皆さん良い一日にしていきましょう。それでは。